ここは東京都新宿区の、西新宿にある東京医大病院です。まあ、以前からね、私こちらの病院にお世話になっておりまして、2から3ヶ月に一遍ですね、自分の抱える疾患の件で、定期的に検査を受けております。今日もですね、まあ、血の気が多いのでちょうど血を抜いてよかったんじゃないかなというところでございます。はい。まあ、大正の24年からこう、まあ、場所はちょいちょいね、変わっていてたりするんですけど、もう大変歴史のある、病院でございます。こちらにも、あ、そうか、こっちはな、なんだ、こっちはあのタリーズコーヒーみたいな、そういうおしゃれなカフェも入っていたり、まあ、今年の初めにですね、約1週間ほど入院、胆石の手術で入院もしたんですが、こんな感じでね、そびえ立っております。以前は、ちょうど今駐車場になっているこの低い場所に病院があったんですが、あれ一昨年だったのかな、この場所に移転を済ませております。新宿のちょうど高層ビル街の外れというか、そういったところにありまして、こちらはアイランドタワー、向こうが小田急、第一生命ビルの奥が、ハイアットリージェンシー東京か、それとちょうどこの奥にはですね、なんだその今ね向かっているここもね、あの有名なホテルなんですよ。ヒルトンだったっけ、いましたよね、パリスヒルトンって、そこのお家のホテルです。でちょっとぐるっと回って、病院の北側は青梅街道があって、丸の内線だったらね、この西新宿駅からもうすぐに地下鉄に乗れるので、新宿駅とか新宿三丁目とかにもすぐにアクセスできる、いい場所にあります。ここが丸の内線の入り口で、青梅街道側から見る、東京医大病院がこんな感じでございます。本当に大きな病院でね、で私の抱える疾患については日本での最先端の病院だと言われております。あ、それ以外にも設備もしっかりしているのでね、本当にあのこの病院にもう7年お世話になってるんですよ。だったら周りに人がいないのでマスクも取ってカメラを回しております。相変わらず疾患の方はね、特に問題なく推移をしているんですが、問題はここなんですよね。まあ、以前胆石の状態というか、その処置をしていただいた、まあ、消化器内科というところがあるんですが、やはりあの大学病院なので、もう数ヶ月後まで、まあ、予約でいっぱいなんですよ。なので、まあ地元の近くの病院で、まあ、一応検査をしてもらったりして、まあ、あのとりあえずここがあのかかりつけの病院ですし、まあ、そこと連携して、まあ、いろいろやっていきましょうということでございました。まあ、本当はね、あの吐き気とかも、まあ、おそらく時期的なことであの説明すると、まあ、ストレスというか神経的なものでなんだろうということはね、先生からも言われたんですが、まあ、あの結局、まあ、僕この疾患の薬って夜寝る前に飲むんですよ。あの睡眠障害とかが、まあ、昼間とかに飲んじゃうとそのまま、ずっとねそのまま睡魔に襲われたりとか、逆にもう目が冴えて寝れないとか、そういうのがあるんで、一番その負担が軽いというのが睡眠前なんです。で、睡眠前に飲んで結局吐いたりしちゃうと、せっかく飲んだ薬が出ちゃうことになるので、まあ、そういったところも、まあ、問題も
ありますし、まあ、とりあえずちょっと東村山に帰って、まあ、かかりつけの病院ありますんで、そちらにも、まあ、そこで相談してみて検査などをしてもらってという流れになります。はい、私事でね、体調面で心配などしていただきありがとうございます。ただもう黙っているつもりは毛頭ありませんが、やっぱりこのように体に来ちゃうとね、まあ、自分の身は自分で守らなきゃいけないというのもありますんで、まあ、気分次第でまたライブ配信などはやろうと思っておりますが、まあ、ストレスになるんだったら、まあ、しばらくね、という方法では変わりません。あと、あくまでもライブ配信はお休みするということで、この間言っておりますんで、まあ、通常の動画とか、そういったものはね、折を見て、今後も出していこうと思ってます。まあ、今は今日、ね、必要があったので顔出ししましたけど、まあ、カルガモの動画とか、電車の動画とかね、別に僕が目立つ必要がありませんので、そういったものに関してはね、今後も同じ方針でございます。僕はこの YouTube をやってる理由として、僕が目立ちたいからとか、有名になりたいからとか、そういう気持ちはさらさらありません。どっかの誰かと違ってね、そういう方にね、僕は黙っているのはもう本当に嫌なんで、まあ気分が良くなればまたライブも、はい、再開しようかなと思っております。まあ、とりあえず体の方が優先なんでね、まあ、血も今日抜きましたんで、はい、血の気が多いところも今日は多分おとなしくなると思います。ということでありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。